皆さんこんにちは、かちゃーんです。今回は線路は続くよどこまでもっとの紹介です。後ろの線路が気になったそこのあなた、鋭いですね。このモットを導入すると、新規に生成されたチャンクで線路が生成されるようになります。また駅も生成されます。この生成確率はコンフィグからいじることができます。ってバグってるやん。まあいいか。トンネルもしっかり生成され、ジャックオラウータンが照明として設置されます。ただしトンネルの上に水があると線路は流れてしまいます。また駅。このモッドを導入すると、 S キーでトロッコ搭乗中はブレーキがかけられるようになります。こんな感じ。これは結構便利なんじゃないですかね。はい、というわけで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。